フィリピンを訪れている河野外務大臣はドゥテルテ大統領を表敬訪問し、核・ミサイル開発を続ける北朝鮮問題について緊密に連携することで一致しました。会談は ASEAN 東南アジア諸国連合の会合が全て終わった後に行われました。会談では北朝鮮が ICBM 大陸間弾道ミサイルを発射するなど挑発行動を繰り返している問題や、中国が南シナ海で軍事拠点化を進めている問題について両国が緊密に連携していくことで一致しました。また河野大臣は両国関係のさらなる強化に尽力したいと述べ、インフラ整備や違法薬物対策などで支援を継続していく方針を伝えました。これに対してドゥテルテ大統領は感謝の念を示した上で、日本との友好関係の促進に尽力したいと応じました。